セブンシーズナビゲーターはアメリカの船舶外車リージェントセブンシーズクルーズが運航するクルーズ客船である。1999年8月にラディソンセブンシーズクルーズのクルーズ客船として就航した。客室は全室スイートで253室すべてが海側に設けられており、その9割に当たる216席にバルコニーを備えている。客室面積は 買いカテゴリーである、ウィンドウスイートでも28平方メートルで、クルーズ客船のスタンダードクラス平均の約2倍と、高い居住性を備えている。また、乗組員1人当たりの乗客定員は、約1.4人と同社の保有する客船の中で、最も少なくなっている。2009年11月には大規模改装を実施。2014年現在は夏季に、アラスカ、 当機にカリブ海のクルーズへと配線されている。記載内容は2014年現在のもの。全室スイートの海側配置でカテゴリシー以上の客室にはバトラーサービスがつく。ウィンドウスイート以外はバルコニーが設けられている。船体は旧ソ連の人工衛星追跡艦を再利用したものである。1991年にレニングラードのアドミラルティ造船所にて、 衛星追跡艦、アカデミックニコライプルーギンとして船体のみ完成したものの竣工せず売却後にイタリアのティーマリオッティ造船所にて上部構造体を心臓し新たに客船セブンシーズナビゲーターとして完成したありがとうございます